川県線は中華人民共和国の重慶市と貴州省金王市を連絡する中国国鉄の鉄道路線。中国西南部の交通で骨格となる重要な路線である。重慶市宇宙区の重慶駅から湘南海駅までは西遊線と共用である。重慶の白沙田町交を橋により、長江をまたぎ、江を経て貴州省に入り、桐梓、順義。 駅の下ろし、周分を経由して、気王市の気王駅に至る全長 423.6km の路線で、そのうち、紀州省内は 292.8km である。全線が、成都鉄路局管轄で、電化単線である。沿線の地質状況は複雑であり、101本のトンネルと14本の副道と長短合わせて125本の橋梁を有する。 全線に占めるトンネルと橋梁を合わせた割合は1割である。重慶が直轄市になった後、市民及びマスコミは、油剣線と、習慣的に呼び改めた。ただし鉄道部は解明せず、川ワ県線と呼称している。並行する高速鉄道路線のき線が2018年に、開通したことに伴い、油剣線路線とも呼ばれる。重慶、交差系重慶南。 洛中市、大渡口から、那須慶福牛慶から湘南海楽港、小南七流星、民福寺から夏広港,港北高天、関口三江東省両家港鎮、紫貝、水北水棚田関門館、牧畜が松館三軒、もう渡る大白急流筒みたいが新馬。両風、元田切りしくれない花園、老三関筒見川から祭りの家湾。 コウロシ、順義北ン義キ義南南ン山から、南白鎮ナミもぐモグサデン、ウコ、トヤツボ小さい番客のろし、キャクエイ、イキノロシ、ヨウアキラ、シンツタムラカラ、ヒサシチョウ、ヌキタスク、オオゼキオライト、ヘシャゲー、ありがとうございます。